はいでもまあそれはあのそういうものかなと思って男性の方は悪くないと犯罪ではないという司法裁判が下っているわけですそこを疑うということは日本の司法に対する侮辱だと思います日本の警察世界で一番優秀です 伊藤栞里さんがああいう記者会見を行ってああいう嘘の主張をしたがためにですねあの山口さんや山口さんの家族には死ねとかっていうような誹謗中傷のメールとか電話とかが殺到したわけですよねだから私はこういうのはあの男性側の方が私は本当にひどい被害を被っているんじゃないかなというふうに思っています。<laughs>